9.20アジア大会 GL 第1節 U から22日本3、1カタール杭州、入場の様子を見ていた段階から多くの選手たちが緊張している様子が伝わってきた。それだけに、最初の1点が極めて重要だった。画像、U から22日本代表が笑顔のオフショット20日に初戦を迎えたアジア大会に臨んでいる U から22日本代表には、 日の丸をつけての国際経験の少ない選手が多くメンバー入りしている。世代としての底上げを図り、より強力な五輪代表を作るための重要な一歩となる今大会でのチャレンジだが、お互いに今回が、初めましての選手も少なくないチームである。特に初戦の入りは難しくなることも予想されていた。そんな雰囲気を振り払ったのが、MF 八千田鉄平、京都。 の一発だった。開始わずか2分、ボール正面やや左寄りの位置で得た FK。ボールの前に立ったのは西川純トス、と八千田の2人。FK を奪ったのは西川であり、蹴る気満々のオーラを出しているように見えた。実際、直前まで西川が蹴る予定だったという。最初は、西川が蹴るという話になっていたんですが、直前になって譲ってもらったんです。 八千田、角度的には右足のキッカーである八千田にとって、美味しい位置でもあった。西川の、蹴りそうオーラ、をフェイントにしつつ、八千田が蹴ったボールは狙い通りの彷彿線を描き、ゴールネットへ。急増編成のチームに大きな勇気を与える最初の一点が生まれた。蹴った瞬間に、これは入るだろうな、と思いました。そう笑顔で振り返った八千田にとって、 これが各年代代表公式戦での初ゴールでもあった。本当に嬉しかった、というのも当然だろう。14歳の時から各年代の代表を経験している八千田だが、大岩郷監督率いる U から22日本代表の主力メンバーからは漏れており、本人もそのことに自覚的だ。ただ、だからこそ今大会にかける思いは強い。 優勝すること、そう言い切って大会について明確なターゲットを設けているのも、自分への評価を変える、ための最適解がチームを勝たせることだと知っているからだ。会心の先制ゴールを奪って優位に試合を進めながら、一時は1点差に詰め寄られてしまった試合運びについて、反省しないといけない、と強調したのも、優勝するチームになる、ため。今大会で目指すのは金メダルのみ。 そしてその先の成果として来年の五輪最終予選でのメンバー入りをつかみ取りに行く。